ミャンマーへの瞑想。自分なりのやり方でリラックスした意識状態になってください。この瞑想の目的が、ミャンマー、ビルマ全体にソースの光と女神のピンクのヒーリングの光線を定着させ、この地域に関係するすべての人々、難民、軍隊、男性、女性、子どもたち、すべての生命体に光を定着させることであることを表明します。セントラル山と地球の中心からそれぞれ出現した輝く白い光の柱を視覚化し、太陽系内のすべての光の生命体の中をこの光が上下に流れていることを想像してください。
女神のピンクの光線がミャンマー内のすべての生命体に降りてくることを視覚化してください。この地域のすべての難民が世界の他の地域でも光、愛、ヒーリングに包まれていることを視覚化してください。女神の純粋な愛と光を定着させながら、聖なる波羅陶器がミャンマーを覆って回転していることを想像してください。すべての住民へ公平な人道支援がもたらされることを視覚化してください。すべての軍部とカバールがすべての住人を
暴力、支配、怒り、対立へ追いやるのを止めて、彼らが光側へ変化し、ヒーリングを受け入れていることを視覚化してください。Victory of the Light.